皆さんこんにちは、親父です。今日はですね、2024年の4月13日です。はい、まあそんなところで狭い市道を走っておりますけれども、気をつけて行こうかなと思います。では早速ですね、ヤフーニュースで、まあ、こんな事故があったんですよね。ヤフーニュースなんですけれども、11日ですね、4月の11日に、兵庫県神戸市です。神戸市の中央区、港区ですね。で、そこ、いわゆるポートアイランドと言った方が分かりやすいですね。そのポートアイランド内の市道らしいんですけれどもね。で、どういったニュースかというと、海上コンテナですね。海上コンテナの上にですね、なんかカゴ台車をね、乗せたまま、その運転手がね、気づかずに走ってしまって、で、そこの会社の車庫をね、右折したらしいんですよ。その直後に、そのカゴ台車が転落したと、いったようなニュース、記事でした。でね、これね、時間が午前7時過ぎですね。7時何分とまではね、ちょっとわかんないんですけれども。で、この事故ですね、様々なところから、いろんなとこからね、ニュースが上げられているんですけれども、一方ではね、大型トラックと言っていたりね、で、写真はトレーラーなんですよね。で、なんかね、ひっちゃかめっちゃか、よく調べてから記事にせいやという感じがしたんでね、もう私もね、ちょっとね、これ写真で見る限りはトレーラーなんだけどなとかね、いろいろ突っ込みどころ満載でしたわ。で、まあ、結論からしてね、海上コンテナです。で、海上コンテナにね、ハイタイヤがね、たくさん、詰め込まれておりました。おそらくね、なんていうかね、タイヤ交換する業者じゃないな。そのハイタイヤをね、扱う業者なんでしょうね。で、そのハイタイヤを海外の方に持っていくんでしょうな。おそらく海上コンテナにね、いっぱい詰めておりましたんで、でそれを、まあ、海外に送るんじゃないのかな、と思いましたけれども。で、その、カゴ台車がね、あったんですけれども、まあ、皆さんもね、見たことあるかもわかりません。そのカゴ状の、まあ、いわゆるカゴですね。で、その中にハイタイヤがたくさん積まれて、まあ、その、タイヤショップだとか、車のディーラーとかでね、そのハイタイヤを集めて、まあ、そういった、まあ、業者があるんでしょうけれどもね、そのような業者なんだと思います。そこの業者がね、海上コンテナを手配して、その、持ってってくれと、いった依頼をね、したんだろうと思います。ですのでね、そこのハイタイヤを扱うところが、その海上コンテナや、トレーラーをね、所持していると、いったような感じではないと思います。なのでね、運送会社は運送会社で、で、そのハイタイヤのね、会社は会社で、全く別の会社と思います。でね、これ、運転手ね、61歳です。でね、運悪く、その、右折した際にですね、60歳の男性の上にね、そのカゴ台車が落ちてきたと。でね、最初の
ニュース記事では加護台車がね100キロって書いてあったんですよね。100キロぐらいだろうと。ところがとんでもない900キロぐらいあったんじゃないかと。また違うニュース記事ではねそんなことを書いてありましたけれども、まあ900キロにせよね、海上コンテナのそのコンテナの上ですよ。おそらくね地上高から4メーター近くあるんでね、海上コンテナその上からね900キロのものがね落ちてごらんなさい。ものすごい衝撃ですよ。おそらくね900キロかける4メーターで築36か、3トン600ぐらいにねなるんじゃないかと思います。衝撃がね。そしたらね一たまりもありませんよ、その上にね人間の上に落ちてきたんじゃ。で61歳の男性はね今現在も意識不明の重体といったところでね、なんとか一命を取り留めてほしいなと思いましたけれどもね。で本当にこの運転手気づかずにね発進してしまったと言ったことですけれどもね、まあ、どのような経緯で、多分ね、朝の7時過ぎですからね、そんなに早くやるのかなという気もしましたけれども、まあ、その辺はいいとしてね、まあ、それにしたってね、おそらく、その海上コンテナをよく、前の日かな、前の日にそこにセットしていたんだろうと思います。もしくはまあドレージっていうんかな、ちょっと名前はね私よくわかんないんですけどもね。で、まあ、後ろの台車を切り離して海上コンテナをですねそこにセットして、まあ1週間かそこらぐらいで、でハイタイヤを集めてきて満車になったらその海上コンテナを移動さすと、そういったことをねやっていたんじゃないのかなと思います。でその運転手がね依頼があってそこにトレーラーヘッドだけをね持っていって、で トレーラーを連結させてで持っていくといったことだろうと思うんですけれども、でトレーラーをですね連結した後にですねホースとかエアホースだとかいろいろ作業すると思うんですよ。その作業がまあ10分なのか5分なのか分かりませんけれどもね、でそういったね作業があると思うんですよね。でそんな時に海上コンテナの上に乗っているそのカゴ台車に目がいかんかったんかな、目につかんかったんかなと思うんですよね。まあそうは言っても多分まさかそんなものがね海上コンテナの上にね乗っているというのはね分かんなかったのかもしれませんけれども、それにしてもねなんか目につかんかなと思いましたけれども、でその海上コンテナの上にね乗せるやつも乗せるやつですよ。運転手は自分が乗せたんではないといったようなね供述をしているようですけれどもね、まあ、多分ね海上コンテナの運転手ってね荷役作業はねしないんですよ。積んだり下ろしたりだとかとかね、手で積んだりとか下ろしたりとかねフォークリフトの作業とかはねしないはずです。ですからねそのタイヤのハイタイヤのその会社のものがねフォークリフトだとか使って作業するんだろうと思います。で運転手はまあ後ろのトレーラー部分をつなげて、でまた引っ張って運搬するといったようなことでね、運転手は、まあ、そういったね作業には
携わらないだろうと思います。おそらくね、その上にコンテナの上に、まあおそらくフォークリストでね載せたんだろうと思いますけれども、そのフォークリストもですね、結構高いところまでね、持ち上げる3段マストとかね、4段マストとか言われるフォークリストがあるんでね、そのようなリフトで、海上コンテナの上に置いてしまったんだろうと思いますけれども、どっちですよね、人的ミスですよね。こういった事故というのは一人のせいじゃなしに、いろいろな原因があるんですよね。一番の原因は運転手が気づかずに出発してしまった。このまま出発してもいいんだろうか。もしかしたら、そのコンテナの周りに何か物が置いてあったりだとか、そういうこともねあったりするわけじゃないですか。私も自動車部品とかをね運んでおりますけれども、で、うちの会社はですね、荷物を積んだ後には車の周りをね一回り点検するように言われております。ウイングはちゃんと閉まっているか、オイル漏れはしていないか、そのようなね一回り点検をするようにね言われております。ですからね、その運転手もそういったようなね、なんか一回りトラックの周りをちょっと見てみるだとか、なんかね不具合がないかだとか、そういったことをね点検すればよかったんじゃないのかなと思います。で、乗せるやつもね、乗せるやつですよ。なんでそんなところにね、コンテナの上にね、そんなカゴ台車をね置きっぱなしにするなんてね、言語道断ですよ、ほんと。で、そういったことがね、重なってそういった事故に結びついたと。で、ヤフーニュースにはですね、コメントを入れることができるんですね。その後コメント欄を見ていると、なんかね、コメントしている人の見てると、みんななんだかんだと海上コンテナに乗ったこともないような人がいろんなことを言ってるけど、自分は運転手に同情するよと。そんなものがまさかそんな上にあるとは思っていないと、思っていなかったから運転手がかわいそうだと。でもね、私は全くそうは思いませんね。いやいや、それは運転手は気をつけなければ、こいつ何言ってんだと思いましたけれどもね。なのでね、私は一切の同情はしませんね。本当そんなところにね置いたやつが悪いですけれども、それを運転していったやつでもね責任がねあるんじゃないのかなと思います。こういった事故がね起こらないようにと、我々は日々気をつけて運転しなくてはいけないと、作業しなくてはいけないということをね痛感させられました。それでは本日の動画は以上になります。また詳しいのはね、ニュースページにリンクなど貼っておきますので、そちらの方からご覧ください。それでは以上になります。